NKC 始まりました。頑張れ南葛 SC 井上真でございます。そして南葛 SC 浅田です。よろしくございます。よろしくお願いします。噛んじゃったね。今日もリモートで一つよろしくお願いいたします。ということで浅田さん、はい、もうすぐ10月になっちゃうということで早いですよね。もう早いものでですね、今シーズンも残り2試合と。あ、そうですね。もうシーズンも佳境に入ってるということになりましたね。さあ昇格にどう向かっていくか。今年はなんでこんな早いんだろう、うん、みんな早いです、ね、いや本当ですよ。みんなそう思われてる方多いんじゃないかと思いますが、もう季節も暮れに向かって気温も下がっていくんじゃないでしょうかと思う、ね、今日この頃いろいろお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さあこの時間お付き合いいただきますのはサッカー番組でございます。頑張れ南葛 SC 葛飾区のサッカーチームでございます。関東社会人リーグ2部に参戦しております。 J リーグを目指してあと3回で J リーグに入れるというところまで来ております。我らが南葛 SC、 南葛 SC を今日も熱く応援していこうという番組でございます。この番組は私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東のブレーンズ、ポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、都内トップクラスの激安アウトレットショップが葛飾くしばまたに登場、エンジョイショッピング株式会社ウェーブ、感動の写真撮影、広告デザイン、ブランド作りまでトップクリエイターが力になります。株式会社 K ワールドの各社提供でお送りいたします。それでは私井上真と浅田さんでお送りします。頑張れ南葛 SC、 今日は素敵なゲストもお呼びしております。それでは行ってみましょう。行きますよ。今週も頑張れ南葛 SC、 せーの、キックオフ。改めまして井上真でございます。そして南葛 SC 花です。ありがとうございます。そして今日はゲストこの方をお呼びしております。それではお声お願いします。どうぞ。はい、葛飾 FM をお聞きの皆さん、お久しぶりです。折原渡です。よろしくお願いします。 DJ 渡くんが来てくれました。どうもどうも。いや美声ですね渡くん。これね、会って喋る時よりもラジオさすがですね。いやまたいつも聞いてくれないですよ、この声を。いや聞いてますけど、こんないい声で喋ってましたいつもね。当たり前じゃないですか。ご飯もくもく食べてる姿しかあんま見たことないんですけどそれはよくね、あのなんかね、ご飯食べますからね一緒にね、はい、ね、ということで浅田さん、今日は DJ 渡くんに来ていただいてるんですけど、南葛 SC とのつながりをね、ちょっとよろしくお願いしますよ、浅田さんの方から。あ、それは、はい、俺ら渡るくんはあの葛飾大住ですよね。はい、そうなんですよね。それでサッカーも縁深くて、 YouTube もやられててね、女子サッカーの造形も深いですし詳しいですし、そして J3、 我々がね目指しているまずはファーストステップ J3 のですね、横浜のチーム YSCC 横浜のスタジアム DJ もされてるんですよね。そうです。ゴールいいです、聞いたことあるあの浅田さん、僕が J3 の実況をねダゾーンでやってるんですけど、はい、その時に、渡くんもそこを横でゴールって言って2人でコラボレーションもねさせていただいたりしてるという関係もあったりして。いやもうまさに卑怯なのは、今日の YS で、はい、あの注目の選手誰ですかっていつも聞いてるんですけど、それ教えてください詳しいんだから。調べろよって思います調べろよ全然調べろ。帰りご飯ごちそうしてるじゃないいつもそんなつながりで、でもともとは葛飾 FM さんで顔を合わす仲だったわけじゃないですか、はい、僕らは ね、 そ、 うですね。そんなつながりで、もちろん葛飾在住浅田さんも今言ってくれましたけど、そして南葛 SC のですねオンライン実況の方ね、僕もやらせていただいたりするんですけど、渡くんも今やっていただいてるということで。そういうことです、ね、それで今日来ていただいたということなんですね。渡くんどうでしたか、先日やっていただいたわけですけども。いやめちゃくちゃ楽しかったですね。あ、いいですね実況自体は。はい、普段は、ね、スタジアム DJ ですけど実況ということで。そうです ね、 ね、あの初のスタジアム DJ じゃないよ、実況で優先だったんですようんうん、うん、でもあの本当に温かく迎えていただいて、はい、で本当に僕も気持ちよくできたかなと思います、うん、これはあのフィナンシェというねサポーター内のコミュニティで、まあ、流れたということで YouTube には残っていないんですけれども、はい、またちょっとそんな機会に、ね、ご参加いただきたいというのと、やっぱり南葛 SC だから渡君にしたら横浜よりもあの愛してほしいチームなんですよ、地元ですよ。はい、もうだから浅田さん南葛の一員ということでもうね、渡辺君は怒られ、はい、決まりましたねそうですよね。あれあれ決まってます。二重契約みたいになっちゃうから大丈夫二重契約南葛 SC っていうのは皆さんのなんだろうね、サッカー好き心に寄り添うチームなんで、セカンドライクでも全然大丈夫なんで受け入れる素養があるんですよ。浦和レッズを一番応援してる人もコンサドーレ札幌のサポーターだっていう人も南葛 SC のサポーターでいていいっていうチームなんですよね、浅田さんね。間違いないですね。本当にあの地元で僕も本当にサッカーやってたし、そうでしょ、で奥戸総合スポーツセンター、水元総合スポーツセンターでサッカーやってたりしたので、そうなんでしょ、ここで実況できるっていうのはかなり感慨深い
ですね。いやこんなねサッカーの根っこみたいな人いないわけですよ。南葛にいるべき人はいないわけですよ。僕と同じクラブチームの出身の選手がいたりもしましたよ、南葛に。え、出身で、はい、はいはいはい、今あの河野選手はフレンドリーですよね、はいはいはい、小学校。あ、フレンドリー。僕中学フレンドリーなんですよ。あ、河野修斗選手も ね、 ね、葛飾区だから。あら、はい、そんな。相澤選手がジェファじゃないですか。そうそう、ジェファです。2人ともね、対戦してたりとかも。2人ともほら葛飾出身の選手が南葛いるわけですよ。その2人とも対決してるわけだから、渡る君は。そうですね、素晴らしい。ちょっと今後ともよろしくお願いしますということプラス、今日はねその実況してきてくれたということもありますんで、週末の試合をね振り返りながら、南葛に昇格できるのできないのみたいな話から今日は大いに盛り上がっていこうと思っております、はい、浅田さん、はい、浅田さんもねゲスト呼んだ時は油断する癖がありますんでね、今日はピシッと、まね、人任せにしないで喋ってくださいね。頑張ります。わかりました。というわけでいってみましょう。まずはメールをね、何週間も読めてないので今日は読ませていただきたいと思います。よろしくお願いします。竹さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。9月27日ボンツ市原ベル戦、今回もオンラインで観戦させていただきました。遠路朝早くから選手スタッフの皆様本当にお疲れ様でした。試合は序盤から南葛が圧倒し 2-0 とリード。しかし後半は相手も必死の反撃を繰り返し、何度も南葛ゴールが脅かされましたね。最終的なスコアは 4-1 での勝利でございましたが、大川原選手のスーパーセーブやディフェンダー陣の頑張りがなければもっと失点してもおかしくなかったからもしれません。でも結果見事に2位浮上。8月の初めにこのまま上位陣に食らいつけていけば何かドラマが起きるかもしれませんとメッセージを送らせていただきましたが、僭越ながらその通り見事にドラマの主役に南葛FCが躍り出てまいりましたね。ここからは厳しい戦いばかり、プレッシャーもかかってくるかもしれませんが、自信を持って臨めば必ず結果はついてくるはず。私たちもサポーターも全力で応援しますので、思いっきり全力でやってください。まずは来週のホーム最終戦で有終の美を飾り、2位以内を確定させてほしいです。頑張れ南葛FCということで、竹さん全て説明いただきました。ありがとうございます。それでは今日はまた来週です。さようなら。いや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 、渡る君、浅田さん、はい、やっぱりあの情報は竹さんが全部整理してくれるの、はい、書いてくれたから、これ読んじゃった方がいいと思ったの、逆に、はい、その方がこれワイワイ喋れるじゃない。けど今完璧ですよ、今のお便りは。読み方に癖がありすぎてちょっと入ってこないですね。あ、そうですか。ちょっとねゆっくりそこみんなで整理しましょうね。ということでお聞きの皆さん、なんと一時は自力昇格の目もちょっと消えね、これはもう負けられない試合が続くしどうかなという時期もあって南葛FCなんと自力昇格圏に入ることが決定いたしました。そういう状況、優勝の可能性もありますねっていうことなんですよね。ありますね。僕はあの昨日の試合をちょっと見れてませんので、いや環境的に無理だったんで、じゃないでしょ、そこ引っかかるとこじゃないんだよ。お二人から、お二人から、いやだから違う、そういうこと言ってね、二人が喋るチャンスを今あのパスしてんでしょうよ。見ろよ。俺じゃバカバカバカだとか。その可能性も含め順位も含めお二人でちょっとねご説明いただきたいと思うんです。一昨日の試合の雰囲気も教えていただきたいと思います。浅田さん、まず浅田さん浅田さんに聞いてるんですよ。油断しないでください。またネットが止まったかと思った時代。まさに今ちょっと、ちょうど今ね電車が来たタイミングなんで、はい、ああそうですか、ネット回線の方がね、リモート収録の、はい、まず、お相手の方が、お相手の方が、ボンズ市原ベルさん、はい、アウェー戦となりました千葉でね、11時キックオフということで大変だったと思うんですけども ね、はい、ちょっとねやっぱアウェーということもあって、うん、なかなかやっぱりいつもやってるグラウンドと違いますし、そうですよね。もう一つはあの普段あの我々葛飾区内の人工芝のグラウンドで練習したりですとか、はい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 、公式戦もあの宇都の総合スポーツセンターもあの人工芝ってやってるんですけども、うん、はい、今回あの対戦相手のボンズ市原ベルさんは、うんうんうん、本当に自分たちの自前の環境がすごくてですね、はい、もうクラブハウスがあって、うん、もうシャワールーム、ロッカールーム、それこそあのホームチームは温泉もあった、温泉というかお風呂もあって、全然違いますよ、お風呂と温泉は全然違います、お風呂ですね、大浴場もあってはないってことですね。そうです、わかりました、はい、まあいいよねそれでもね。で天然芝だったんです、はい、はい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 、普段とちょっと違う環境か、なるほど、普段とは違う中での試合でしたけども、うん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 、まあそれを踏まえても本当に素晴らしいゲームだった、うん、もちろんスコアも4対1で勝ちました、はい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 、はい、ちょっとあの渡君の分も残しておいてもらっていいですか。こう2人であのパス回ししてもらっていいですか、その辺はね。マーさんが今日はちゃんとドリブル、自分を出せよって今、あ、そうですね、ちょっと
ちょっと正直ドリブル長かったかな今ね。あ、これは、ありがとうございます。インターセプトしてもいいんですか。さあ、そうですね、そう、その辺ちょっと DJ 渡るプロなんで、そうやっていただいて、はい、はい、そうそう、もう攻めていただかないとね、こっち、はい、渡る君もそれ11位に入られたわけですよね、もっと早く。そうですね、アウェーですからね、行きましたよ。現場の雰囲気、試合前なんかどうでした。いやー、なんかピリピリしてたまではいかないですけど、そりゃそうだよね、少しこうちょっと緊張感はありましたね。南葛は昇格をね狙ってますし、ボンズ市原もね、はい、残留争いっていうところも関係してますから、どっちも負けられないゲームだったわけですよね。まあ本当に特に、まあ、優勝争いをしてて、はい、で、まあ、優勝の可能性も残す中、そして世界戦圏内に入る可能性がある中の試合だったので、うん、はい、緊張感は結構あったかな。あの、渡辺君としても初実況南葛的にはねだったわけだから、ちょっとその辺の緊張感とか準備とかもあって大変だったですか。いやー、もう大変とは言わないです、うん、もうやっぱりサッカー好きですもんね、そこはね。やっぱ調べると楽しいですね。あ、いや、向いてるですね、それすごいね。いやー、すごい、もう結構ほぼ完璧って言ったらあれですけど、浅田さんがね、はい、完璧なデータをくれますしね。そうですね、僕もいつももらってるやつ、あれ以上のデータはないですよ、だって。もうボンズさんの方もやっぱちゃんと調べて。あ、そうね、相手もね、はい、わー、これはすごい細かく実況、そしてね、岩本 GM のご解説のもと一緒に戦ってもらったということですが、実況席が簡易で、はい、結構狭かったんですよ、隣同士、うんうんうん、何度かね膝が当たりましたね、はい、岩本 GM の。あ、いいじゃないですか、温かい膝が当たりましたあれがね、あの劣勢になると揺れ出したりします ね昨日はなかったですか、リードリードしてましたからね、はいはい、そうですか。ということで浅田さん、まずは 2-0 リードということからだったわけですよね、前半。そうですね、その辺の経緯をまた教えていただきたいなと思うんですけども ね、 あの、そうですね、リスナーの方に分かるようにね、はい、前半良かったのはですね、はい、やっぱあのフォワードに入った塚上純平11番、はい、元 J リーガーですよ、うん、はい、そうですね、やっぱ、はい、彼は本当にピッチコンディション変わろうと変わる前と自分のこうリズムと自分のプレースタイル本当に表現できるプレイヤーなので、うん、本当に彼が素晴らしい突破をしたりとか、相手が本当に困ってましたね、うん、彼を捕まえるとき、なるほど、ツートップに縦パスが結構入ってましたね、やっぱり。そうですね、序盤からね、川本選手、やっぱりね、はいはいはい、そう、ボールが入るのはアイザーだったりとか布施なんかが結構前にボールを配球できるので、うん、ああいうところはこうちょっと苦しいロングパスではなくて、人にちゃんと入れるボールといいますか、うん、ちゃんとターゲットを狙ってボールが入ってくるので、うん、まあ、それをきちっと川本と串上がそう収めてくれますん で、 なるほど、で非常に両サイド脇の河野と、宮澤もやりやすくプレーいつもしてるような感じで、うんうんうん、前半は本当にリズム良かったですね、はい、串上選手はやっぱ上下横左右本当にいろんなところに顔を出して、はいはいはい、本当になんか松木さん風に言うと、もう何人いるんだっていうぐらい、なるほど、本当にいろんなところに顔を出してでスピーキーを取ったのが串上選手ですね。そうですね、ボールを奪って2点目ですね、はい、はい、ちょっと前半何分に1点目とかそういうあの経緯を教えてもらいたいんですよ。あ、そういう経緯ですか、17分に川本選手がまず行って18分かな、はい、18分に1点、はいはいはい、で25分に宮澤選手が PK で、あ、そうですね、また伸ばしたわけですね宮澤選手、はいはい、で64分に村越選手、はい、3点で74分に相手の9番井本選手が決めて82分に岡田選手です。これは浅田さん渡るさん、南葛 SC のスコアラーを見てもいつもの勝利パターンがバッチリハマったというね、そんな名前ですよね、これね。その通りですね。ね、岩本 GM はやっぱり飲水タイムの前に2点入ったのはなかなかないんじゃないかって。あ、25分までに確かに、はい、帰ってきた切り込み隊長川本明人ね、1点決めまして、うん、そして飲水タイム前に我々の得点王、これでリーグでもトップになったんじゃないですか。トップタイですね、トップタイ、はい、10点取ってます宮澤宏選手決めました。そして後半もね、スーパーサブの2人が狙い通り決めてくれたってことでしょ。そうなんですよね、村越、その通り、村越岡田 YouTube でも大活躍、村越健太、うん、はい、ね、ちょっと MC 回しうるさい時あるよね村越健太ね、ちょっとね、若干ですね、若干ね、なんとかだよっていうの1個多い時ありますよね、ちょっとね、まさまさそんなことない、素人ですから、そんなことない、いやいや、じゃあの軽く可愛いなって笑ってほしかったんですけど、ピシンってなっちゃったから、今そんな感じになっちゃっただけで、もうなんか損した感じになっちゃったけどね、いや僕大好きですよ、ね、はい、ということでございます。見事4対1で勝ち点3を加えましたということで、これで渡る君何位になったんですか。これで2位ですね。2位に上がったんですか、もう現状。上がりましたね現状、はい。ということでお聞きの皆さん、南葛 SC 残り3試合を2試合です、ね、2試合を残しまして昇格圏に入りました、はい。いや、これは浅田さん、はい、
残りの昇格条件その他教えていただきたいと思うんですけど、はい、そうですね、他の今もうほぼ上位3つ、今首位が東方チタニウムさん、はい、2位が南下鉄士、はい、で3位が都南前橋、はい、という形でこの上位3つにも絞られました。うん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 。で、東方チタニウムさんは残り1試合でも引き分けでも負けでも、2位以内確定です。東方チタニウムは2位以内が確定、2位以内確定です、はいはいはい、で南葛と都南に関しましては最終戦、うん、都南さんは今節が最終戦、はい、で南葛はまだ2試合延期分がちょっと1試合ありますので、はい、2試合残しで今現状勝ち点32、まあ、2位という形なので、かなり、2位以内は濃厚かなとは思っております。 あと勝ち点3を上げてしまえば2位以内確定ってことですね。確定です、はい、2試合の10回勝てば2位以内確定だし、これ東方の残り試合の結果によっては我々優勝も出てきました。ありますね、あります。東方さんやったー、アベンツーラ戦ですね。東方が引き分け以下の場合で、はい、南葛が、はい、残りの試合全て勝つと、はい、優勝が決まる。さあこれ関東2部をね1年で抜けるっていうのはこれなかなかの快挙ですよね、浅田さんね。なかなかですね、はい、まあ、入れ替え戦ですね。でもこれから入れ替え戦に臨んでいくわけなんですけれども、まあ、それも一発勝負のシビアな勝負なんですけど、まずはこのレギュラーシーズンね、リーグ戦で2位に入らなければ何も始まらないという中、それが危ぶまれた時期もあった中で、ほぼほぼ2位に入れるんじゃないかというところまでいよいよ来ました。なんかですし、入れ替え戦に関してはまた決まってから話しましょう。そうですね、ね、またねシーズン終わってから12月ぐらいまで待つんでしょ、これ入れ替え戦って。12月の2週目ですね、入れ替え戦が。その維持も大変ですけど、10月に終わってね。いやー、まあその話はまたね、それはまたにしましょう。これね、取らぬ狸の川山陽になっちゃいますから、はい、それはね狸取りましょう、とにかくね。え、わかります、狸取りましょう、狸取りましょう、わかりますよ、狸取ります。いや渡るくん、現場の熱気はどうでしょうか。はい、今の熱気どうでしたか、現場の熱気といいますかね。実況席から見る中で C は、まあ、そう、はい、もういやでもほとんど僕は画面とかもう資料に集中してたんで、はい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 、頭に入ってないと入ってないですけど、ゴールの瞬間とか一緒に戦ってる感じをね、やっぱあったわけでしょ。まあ、ゴールの瞬間とかこう南葛ベンチを見る余裕はなかったんですけど、はい、でもやっぱ隣の GM のこう、うん、あーみたいな感じはすごいひしひしと伝わってきましたね。なるほどなるほど、うん、ね。やっぱり現場で熱く戦いして、でも本当に僕その結果を聞いた時に、ああよかったなと。この11時キックオフのアウェーゲームでもし落としていてね、またちょっと厳しくなるっていうのはちょっと嫌だなって思ってたんで、もう見事なんか、しかも盤石の勝ち方でね、浅田さん、はい、出し切っても得意技のパンチ全部当てて急所にダウン取ったわけじゃないですか、うんうん、そう、まあだけどね、まあさん、今試合ね、繋がるなという、はい、皆さんね SNS などでやっぱりね、はい、まあゴールホルダー得点者をやっぱ褒めますけども、うん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 、一番良かったのはね、はい、やっぱ一番守備の最終ラインに入った、うん、ベテラン青木武史さん、はいはいはい、武史、うん、やっぱね、はい、久しぶりのスタメンなんですよ彼。そうですね、8試合ぶりですね、8試合ぶり、はい、その中でねやっぱね、うん、まあ、彼のこう日々のルーティンとか、はい、彼がやってるこう練習前のなんでしょうね、練習に入る時のいろんな準備、はい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 、練習終わってからのいろいろな、うん、片付け、片付けで、はい、いろんなことね、よく体と会話してるんですよ、うん、彼は。それをずっと継続できるんだよね、はいはいはい、出る時も出ない時もね、だから J リーグ400試合もねやっぱ出れますし、はいはいはい、でね、その青木がやっぱね体張ってね、本当にいい守備をみんなを鼓舞してね、うん、本当にピリッとさせましたね。見たかったな、うん、なるほど。だからね、今回僕の中で MVP っていうか、この試合すごい良かった選手は青木氏、はい、わあ、これは終盤戦そして入れ替え戦一発勝負に向けてもね、まあ、そういう選手の、うん、日々の過ごし方、経験、うん、いろいろ体で伝える、うん、モテラでかいですよね、うん、なんかぜっしりね、僕はね、本当青木武史のね、こう、うん、練習のルーティーンっていうのを動画で撮りたいなと思ってるんですよ。あ、そうですか。やっぱね、これはね、はい、試合にその出れない選手でも、はい、試合に対してのこう準備をすでに全力でやると。なるほどね。だったりね、やっぱこう青木さんのマネージャーかなんかですか。いや、ちょっと違います。お金もらってないんでですね。あ、そうです。あとですね、ちょっと喋り手的に言いますと、もうそろそろ渡るくんを加えて、その話続けるにしても、その話続けるにしても渡るくんを加えて行きたいとこなんですよ。ゲスト感が全くないんですよ。一回ボランチに預けてほしいところなんです。
回預けてほしい、全然戻ってこないからじゃすぐ蹴っちゃうのも前にも一回相澤選手に当ててほしいんですよね。あ、そうか、ちょっと、はい、ありがとうございます。渡君もでもその辺は感じたんじゃないですか、現場でね。そうですね、まあもちろん、青木選手も素晴らしい活躍だったと思いますし、僕はその相棒の三原選手も特に良かったかなと。センターバック陣で守りね、ガンガン前に出るとね、気持ちを感じるね、守り方っていう感じも、ね、特になんか攻撃に結構ね行ってたんですよ、三原選手は。ボールを奪った後、そうですね、はいはいはい、結構ドリブルしてましたね、してましたね、ボールを奪った後、そのまま自分で持っていくっていう姿勢が僕は素晴らしいなと思いました。なるほどね、なんかやっぱり守りの人ですけど、まあ、もちろんフォワードの人もそうですけど、こうそれだけに関わらずもう戦いだからね、リーグ戦で潰し合いみたいなとこあるじゃないですか、浅田さんね。そういう意味でもなんか気持ちの見えるプレイヤーがいるとチームって引っ張られますね。三原選手みたいなこう前に向けてという、はい、何度も三原って言ってましたもん。あ、また三原です。いや素晴らしい、三原が来ました、経験と戦う気持ち大事です ね。じゃあちょっと浅田セレクション曲の時間に参りましょうということでございました、はい、浅田さん、このコーナーはですね、はい、渡君、はい、浅田さんがね聞きかじって偶然聞いたり耳に入ってきた曲からね、あ、いいな、最近の南葛と浅田とリンクするなっていう曲をね紹介するコーナーでございます。浅田さん、はい、この間、クリーピーナッツ流しませんでした？そうですよ、流してましたね。ナウインだから浅田さんは、はい、浅田さん今回もお願いします。はい、はい、今日はですね、はい、気持ちから、はい、気持ちからですね、あと2試合やってやるぞと。いや、そういうことですよ、そういう気持ちです。はい、じゃあご紹介ください。はい、騎士団で喧嘩上等。ああ、気が入りましたね、浅田さんね、やってやろうっていう、これやってやろうって、そういう気持ちで選んでいただいたっていうことですよ。どうですか、渡辺君、曲聴いて燃えてきますね、音楽いいですね。僕ね、聴いてないか分からないんで。いや、聴いたっていう手で喋ってるいつもダメ、そういうことじゃ分かるでしょ、もう嘘つけ、いや、DJ なんだから分かるでしょ、もうそれは。いやいや、もう僕は嘘つかない、いつもやってるんで。そうなの、僕も嘘つかない、僕も嘘つかないから、僕編集してますけど、ここ切らないで流してますからね間違いはだいあれだけど嘘はつかないでしょ、実況で。でもやっぱり喧嘩上等っていうぐらいの気持ちで ね仲間に優しくね、いい歌でしたね。対戦相手とはもう全力で組み合っていこうっていうことですよね、浅田さん。そういうことですね、いい歌でした、いい歌でしたね。そして土井さんからもメール届いております。ありがとうございます。やりました、見事な勝利、お疲れ様でした。最近 SNS などを見ているとどんどん新しい人が南葛に興味を持ってきているなというのを感じています。目の前の戦いをクリアしていけば新しい未来が必ずやってくる。戦っているのはピッチにいる選手だけではない、南葛に関わる全ての人が同じ方向を向いてやりきろうじゃありませんか。楽しんだもん勝ち。それでは放送頑張ってください。土井さん、ありがとうございました。ありがとうございます。山田君、いいわがきだと思いませんか、お便り。はい、土井さん、いつもお世話になって、ありがとうございます。お世話になります、浅田さんもどうですか、今の受け取って、最高です、土井さん、ありがとうございます、いつもね、ありがとうございます、ということで、そんなサポーターの皆さんもね、バンバンお便りお待ちしておりますということでございますのでね。おっと、渡君をお迎えしてね、やってきましたけど、もうお時間となってしまいました、渡君。いや、どんだけ喋るんだよ、それ。早かったですね早いね、なんか今日早いね。 また実況のご予定もあるわけですよね、渡君。はい、いいんですか、お願いします。はい、お願いします。次ですね、次節、はい、10月3日、はい、一応最終節になりますね。はいはい、そうなんです、はい、アイデンティー未来戦を実況担当させていただきます。いやー、すごい。これはあのね、あの未消化の試合がもう1試合あるんで、2試合ってさっき申し上げたんですけど、はい、リギュラーシーズンの一応最終節となっております、はい、大事な試合、渡君お願いしますね、果たしてください。はい、あのやってやります。わかりました。というわけでお時間来ましたんで、最後に一つメッセージをもお願いします、渡君どうぞ。あ、僕ですね、はいびっくりした、振るな急に。早く一言でいいんだから、わかるでしょ、もう時間ないんだから、はい、ありがとうございました。次も次節も頑張りますので、はい、よろしくお願いいたします。今日は、織原渡る君こと DJ 渡る来ていただきました、ありがとうございました。また来てくださいね。はい、はい、頑張れ南葛 FC。 この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の比較設計施工の専門家、株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷、のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、都内トップクラスの激安アウトレットショップが葛飾柴又に登場、エンジョイショッピング株式会社ウェーブ、
半導の写真撮影、広告デザイン、ブランド作りまでトップクリエイターが力になります。株式会社 K ワールドの各社提供でお送りしてまいりました。これからも毎週南葛 SC の、頑張りを、そして進化を、そして夢を応援していきたいと思います。今日は浅田さん、そして渡辺さん、ありがとうございました。それでは来週もお便りお待ちしております。みんなでいきましょう。来週も頑張れ、せーの、南葛 SC。